人類って1600年くらいまで地球は宇宙の中心にあって太陽とか他の天体は地球の周りを回ってる天動説っていうのを信じてたんですよね。バカですよね。宇宙に飛び出して外から見れば一発でわかるのにそれをやらないなんて。しかしですね、紀元前から1600年くらいまでずっと天動説を信じてきたアホな古代人のために今回はユニバースサンドボックスで無理やり天動説を再現していこうと思います。あと、 コメント欄の検証でそうしろって言われたんで。じゃ、やっていきましょうか。なんで地球が太陽の周りを回ってるかっていうと、それは太陽がめちゃめちゃ重たいからなんですよね。だから地球をめちゃくちゃ重たくすれば、計算上は天動説になると思うんで、地球はね、とりあえずめっちゃ重たくしてみましょうか。えー、っと、どうすっかな。太陽、太陽の2倍くらいにしてみっか。さあ、どうなるあ、太 <laughs>、地球 <laughs>、あ,あの、地球はね、 太陽の2倍の質量にしたら、なんか、なんか、第2の太陽になってしまいましたね。とりあえず、見た目は。あ、でも、地球の類似性30%、生命の可能性20.2%ある。こんなんでも意外と人間生きてんのかな中では。お水星と太陽が早速引き寄せられ始めましたよ。 あ、ああ、水星が <laughs> あー、ああ、水星なくなっちゃいました。まあでもね、水星一個くらいなくても別に太陽系はなんとも思わないんで。大丈夫でしょう。とりあえず、太陽が地球の周りさえ回ってればそれでいいんで。さあ、火星も近づいてまいりました。火星は結構掴めてる感じしますね。重力圏内に。 太陽も近づいてきましたね。さあ、地球と太陽が惹かれ合って。ああ火星が太陽に突っ込んでったこの浮気者いきなり地球の重さを太陽の2倍にしたおかげで、まだやっぱり安定してませんね、回り方が。ちなみに他の天体はどうなったのかっていうと、金星はなんかまた <laughs>、遅かれ早かれ地球が太陽に突っ込みそうな感じの軌道をしてますね。で、木星と土星と冥王星、海王星天王星あたりは、 なんかあんまり、あんまり軌道変わってないっす。このまま時間進めたら、どうなんのかなこれで安定すんのかなこんなんなっても地球の類似性30%で生命の可能性20.2%ってなんか謎ですな。この数字なんかサイコロ振って,て適人に決めてんじゃねえのあれ金星と木星と土星がなんか、同じところに集まりつつある。ちょっと最近の太陽星ってないよね。抜けよっかな太陽系みたいな感じで。そんな感じの会議を行った結果なんですかね。この、 三つの星の造反は。冥王星とかもこの地球と太陽がめちゃめちゃな動きしてるせいで、この軌道の計算がめちゃめちゃになってますよ。ちょっと思いっきり時間進めて、この後地球がどうなってくるのか見ていきましょうか。さあ、時間を進めるとどうなる時間進めれば多分安定してもっと、綺麗な円を描く感じになってくんじゃないでしょうか。だんだん太陽と地球の位置が近づいてきましたね。この感じどっかで見たなって思ったけど、あれかな めちゃくちゃ重たい天体がこうやってくるくる回ると重力波ができるってやつじゃなかったっけこうやってできた重力波をね、地球で観測して、ノーベル賞を取ってたんですけど、今では地球が重力波を出しています。ああ、今、Google で検索したんですけど、ノーベル賞を取った重力波っていうのは、ブラックホール同士のぶつかり合いでできた波だったらしいですね。だからこれくらいだと観測できないかもしれないですね。どっちにしてもその観測する機会はダメになっちゃった地球の、 このどっかにあったんで、まあ、それもダメになっちゃったんですけど。いやでも、あれですね。地球の重さをいきなり太陽の2倍にすると、太陽系が崩壊するし、天動説にもならないっていうことが分かりましたね。そもそもあの、地球と太陽の質量の違いって、33万倍くらいあるらしいんですよね。だから、地球の重さを太陽の33万倍にしてみましょうか <laughs>。<laughs> 多分まともなことになんねえだろうな。3、300、330、3300、3 3 0千三33万倍。さあ、これでどうなるかなあ、金星があ,あ、太陽がめっちゃすごい勢いで近づいてくる <laughs> あーらららららいやー、なんか周りの星すべてがものすごい勢いで突っ込んできましたね。あーもう。 太陽系すべての星がものすごい勢いで近づいてきます。これ、よく見たら地球ブラックホールになってんじゃん。はははは。あー。やっぱなー。あ、木星も近づいてきた。いやー、まあ、ろくなことになんないって思ったけど、やっぱりね。ブラックホールになっちゃいましたよ。はい、木星一丁上がり。これが天動説を求めた者の,の行き着く姿。窓かまぎかみたいですね。 あ、でも、地球の類似性10.2%、生命の可能性8.92%あんじゃん。ってことは、ブラックホール人間が住んでるかもしれないですね。お、土星が。今一瞬土星が、地球の横をかすめていきましたけど、土星も地球に質量を吸われちゃって、地球30個分くらいの重さしかなくなっちゃいましたよ。さあ、冥王星、天王星、海王星もやってまいりました。こいつらを吸い込めば、太陽系征服完了って感じしますね。 さあ、天王星はどうなるああ、地球に吸い込まれるー <laughs> ああクリーンヒットして、地球の一部になってしまいました。さあ、冥王星はどうなる冥王星をものすごい勢いで地球に向かっております。さあ、冥王星が地球の真横にやってまいりました。地球はこれなんですけど、やっぱり、ブラックホールなんで、周りの光が歪んでみますね。さあ、リアルタイムで見ていきましょう。冥王星は、 高速の半分の速度でさらに加速しながら地球に向かっていきます。軌道を見る限りではこれ地球に思いっきり突っ込むコースですね。さあ、冥王星は、助かるね、助かることはできるな。助かんなかった。地球の一部となってしまいました。えー、まあ、助かったのは、海洋星、水星、太陽、あと土星。それ以外は地球になってしまいましたね。やっぱり天動説って間違ってたんだな。 せっかくだから太陽をもう一回ぶつけっか。ああ、地球がもういろんなもの、いろんなよくわかんないものをの飲み込んでる。水星も帰ってきたかああ、すごい。水星が <laughs>、水星が地球の重力を使って、高速の1.13倍まで加速して飛んでいきましたね。<laughs> おかしいな <laughs>。お、太陽も突っ込んできた。ああ、太陽が地球に吸い込まれてしまいました。地球の勝ちでございます。 太陽系をね、制してしまいましたよ、地球が。何の話してたんだっけそう、天動説太陽系を制すとかそういう話じゃなかったんですけどね。なかなかね、このゲーム難しいんで。いきなり33万倍にするからいけないんだよって、ちょっとずつね、なんか気づいたら天動説になってたみたいな。そういう感じのノリがいいんじゃないかなって思いますね。だからまず10倍にしてみましょうか。 まず10倍にしたくらいだと、やっぱり太陽も水星も金星も別に、んなんか、ちょっと地球強くなったみたいな。そんな感じのことしか考えてないですね。で、またさらに、10倍。お、なんか地球の見た目が、地球の見た目がちょっと大変な感じになっちゃったけど、なんだこの大陸。<laughs> なんか、地球の質量ちょっと上げたら、ほとんど水没して、 見たことない大陸が出現しましたけど、まあ、まあいいか。よし。こっから、8000年飛ばしてみましょう。なんか、年号がバグってるぞ。0345年の12月11日。まあ多分、1345年だと思うんですけど、このゲーム、1万年以上のプレイを、 想定してないのかななんか <laughs>、時間進めすぎてグラフィックがちょっとバグっちゃいましたね。そんでちなみにこれが大体8000年後の地球です。うーん。これはまあ人類全部死んだね。あと、なんか <laughs>、水星がなくなっちゃいましたね。いつの間にか。おかしいなぁ <laughs>。ちょっと地球を重たくしただけで、こんなことになるとは。ま、これでさらに地球の重さを10倍にして、うーん。 でも、やっぱちょっとずつ上げていくと、太陽系のみんなもね、結構容認してくれてますね。まあ、水星は死んだけど。さらに10倍。あっやべっ金星と一瞬触った。<laughs> 金星と、あーあああららららら。変な、変な触り方して、ちょっと、金星も飛んでってしまいましたね。やっぱり、 ゆっくりやってってもダメなもんはダメなのかもしれないですね。こっからは2倍でやっていきますか。2倍。水星と金星がなくなって、火星が木星の外側に行ってしまったこと以外は問題ないですね、今のところ。太陽も結構地球に釣られて動き始めてるんで、まあ、少しずつ重たくしていく作戦、まあ5%くらいはうまくいってるんじゃないでしょうか。まだ時間進めてみましょうか。 あのね、8000年はちょっと多すぎたんで、えっ、ー、と、1000年くらいにしましょうか。300年くらいでシミュレーションが止まってしまいました。シミュレーション止まったら火星がどっかに行ってるしね、火星どこ行っちゃったのかな火星と金星、太陽系から、脱退しました。さ、質量をさらに2倍。なんか思ったんだけどさ、 地球を重たくするんじゃなくて、太陽を軽くしたらいいんじゃないのその方向でやってみましょうか。えー、っと、地球以外すべての惑星の重さをなんか、10万分の1くらいにしてみるか。これが地球です。太陽系で最も重たい惑星で、なんで重たいかっていうと、他の惑星すべてがめちゃめちゃ軽くなっちゃったからですね。これが太陽です。まあ、地球の14分の1くらいの重さですね。見る影もないですね。 なんか前までは結構目に悪いなって感じの惑星だったんですけど目に優しい水色の惑星になってしまいました。で、これが水星です。ほぼ隕石ですね。これが金星です。うーん、なんか丸いですね。これが火星。火星はなんかそんなに変わらないですね。ただなぜか知らないけど質量が減ったことによってこの上と下に 北極と南極みたいなのが現れ始めましたね。これは、質量が減った木星です。木星はあんまり変わりませんね。まあ、これでも、地球より軽いんですけどね。ま、あこれで時間を進めればね、太陽系で一番重たいのは地球なんで、天動説が再現できるんじゃないでしょうか。いや、できねえだろうな。まあ、やってみましょうか。さあ、あ。<laughs> あー、そっか。あの、太陽がなくなったから地球すら太陽の重力から解放されて、あさっての方向にまず飛び始めましたね。 で、太陽が、なんか、いい感じの見た目になっちゃったんで、地球の表面温度もものすごい勢いで下がってます。ああ、ダメだ。全然ダメだ。これあの、太陽系単純に崩壊しただけですわ。もうなんか、地球に訴求力がないから、みんな、各々の方向に飛んでっちゃいましたね。ああ、さよなら、太陽系のみんな。太陽がなくなってもみんな、ずっともだよっていう感じで。 11人いるのラストシーンみたいな感じでね、おのおの飛んでってしまいました。やっぱり天動説をやるにはめちゃくちゃ重たい地球が必要なんだなぁ。しかだね、作るしかねえよ。このゲーム何気にこうやって好きな感じで惑星を置けるんで、まず太陽の33万倍の重さのブラックホール地球を置くと。次は月か。天動説では月、水星、金星、太陽、火星、木星、土星みたいな感じで、 惑星が並んでるって思われてたらしいんで、次に月を配置しましょうか。あーすごいあれ月 <laughs> ちょっと待って、これ月置いた瞬間破片になってんじゃねえかよ。<laughs> あー。あれもう、もう一個置いてみましょうか。ちょっと何があったのか見たか、見たいんで、スローモーションで。ちょっとずつね、質量を吸われてますね。あ、ほらほらほら。 ちょっとずつ地球に質量を吸われてますよ。ちょっと、近くに置きすぎましたね。どれだ、地球は。あれか。視認できねえから難しいな。あの地球に、ちょっと質量を吸われて、飛び出した月のかけらが、まだ月に降り注いで、いろんなところに落ちてる。ちょっと近すぎましたね、月の位置が、これは。ここら辺にするか。あ、結構遠くに置いてもダメだ。 地球があまりにも強すぎてどこに置いても月が崩壊してしまう。これが第三の月。あ、でも、これだけ離せば結構安定しますね。とりあえずじゃあ、月はこの位置でいいとしましょう。で、水星、金星、そんで、太陽。これ太陽置いても大丈夫かなさ、太陽置いて、太陽はあ、でも、いいですね。太陽が地球の周り回ってますよ。 んで、火星と木星を置くと。火星、木星、土星と。できました。これが、天動説の地球です。地球は、太陽の33万倍の質量を持つので、あの、<laughs> ブラックホールになってしまいましたけど、少なくとも、地球の周りを太陽が回ってる。やっぱりね、天動説にとってはそれが一番重要ですから。地球の一番近くを回ってるのはこの、 設置ミスでバラバラになった月なんですけど、まあ、これはね、無視しましょう。このゲームはあの C ボタンを押すと惑星の上に降り立てるんで、立ってみましょうか。これが天動説となった太陽系の地球から見た宇宙です。まあ、一番近いところには月のかけらがあるんですけど、まあ、これはね、見えないものとして処理して、あそこに月があって、あそこに太陽がある。うん。あんまり変わらないっすね。 もしかしたら、天動説の方が正しいんじゃないですか見た感じに似てるし。そういうわけで、地球で天動説を再現するには、地球にブラックホールになってもらうしかないということが分かりましたね。まあ、天動説を証明するために、たまには、ブラックホールになってみるのもいいんじゃないでしょうか。それじゃあ、面白かったらチャンネル登録お願いします。それでは、また今度